てしたらよかったのに、ラストラップ。俺だってしてれん、全部終わっちゃって15分で K 君どうやって抜こうかと思って、はい、塩尻の星、小川選手の星せめて長野にしてほしいです長野の星、はい、塩尻じゃちょっと狭すぎる。いや塩尻もいいですけど。いいっすよね、こういいコースですよね。はい、走りました。いや、走った見ただけですか、ぜひ走りに来てください。あ、本当ですか。はい、で、今日ヒート2ね、ついに初優勝、はい、やりました、はい、ありがとうございます。やりましたねどうでした、気分は。気分ですか。前に誰もいないって気持ちいいですね。気持ちいい、はい、あれですよね、はい、今まで表彰台もなかったし、なかったですね。散々ウィップはしてきたけど。そうですね、ウィップだけでしたね。ウィップ、あの昨日の土曜日の予選の時に最終ラップウィップしたじゃないですか、はい、あの時どんな気持ちでした。いやー、1位なんてそうそうないから、ひねった方がいいんじゃないかなと思って、アピールした方がいいんじゃないかな。路面が結構濡れてたけど怖くなかったっす。めちゃ怖かったっすしかも後ろ11なんで超滑って、もう届かないんじゃないかなと思って届かないでも決まってましたね。はい、ありがとうございます。今日はやんなかったんですね。ちょっとレールになっちゃってて、レールになっちゃってて危なかったね。危なかった、やめときました。あそこ転んだら面白いですね。でもね、ちょっと最初ラップ俺全然面白くないんで、はい、面白くない、はい、でも話題になりますよね、みんな。話題にはね、話題にはなるんですけど、ちょっと自分的には、あ、自分的にはちょっと危険ですもんね。危険ですね、さすがに、はい、まあ危ないんで。そうですか、サンドは結構得意ですか。サンドは結構得意です、はい。でも今年結構腰痛に悩まされてたっていう。そうですね、はい、そちらの方はどうですか。それはもう治ったと思います。腰痛の方は、はい、大丈夫です。ウィダーさんで今、はい、トレーニングメニュー組んでくださって、それのおかげでもう腰痛も全然ないです、はい、あ、本当ですか、はい、ウエストベルトも。ウエストベルトはロッキーさんで、はい、ロッキースポーツさんで。ロッキースポーツさん、去年よりかは成績は悪いですよね、はい、今年ね。ちなみに悪いです。悪いですよね、だいぶ悪いです。それ腰のせいですか。やっぱ腰もあるんですけど、はい、もうなんていうかダメでしたねなんていうかダメ、なんていうかダメです。自分的にダメでしたか。あとウィンって言うなそうですか、はい。じゃあまあこあれですか、渡辺雄介選手に刺激された部分も、はい、いや別にそれはないです、ね、それはないですか、はい、でもルーキーでね、いきなり勝たれちゃったらびっくりしますよね。びっくりしましたね。ね、彼早いんでちょっと予選は前にいたんで、はい、これ当てた方がいいんじゃないかなと。当てた方がいいんじゃないか思いっきり行ったんですけど、はい、うまくクロスされちゃいましたね。クロスされちゃう、うまかった、はい、そうでしたか、か、はい、でも夏のインターバルはじゃあ、はい、どうやって過ごしますか。塩尻ですか。塩尻全然行ってないんで、今年行きたいですね。どこで練習ですか、普段。普段ですか。普段レースがあるとこです。レースがあるとこ、あ、事前練習みたいな、はい、そんな感じです。あ、そうですか。全然今年練習できてないんで、怪我とか。あ、怪我が結構、はい、腰痛だとか治療に専念してる感じ。そうですね、大変なんですね。大変でした、ライダー、はい、じゃあ最後に、はい、YouTube を見てる方に、はい、一番好きなアニメ、一番好きなアニメをちょっと待ってください。今片付け全然出てこないんですよ。でも結構じゃあ見てるの5本ぐらい、はい、見てるの5本くらい。今期はですね、はい、今期は、はい、今期は犬とハサミは使いようってやつです。犬とハサミは使いよう、あとなんだっけ、あとはい、怪我からの復帰、大和選手総合優勝ですね。なんと総合優勝やっちゃいました。昨日の予選からね、調子良くて一番でしたね、はい。まあ、昨日の予選は雨の影響もあって、だいぶレールが一本だったんで、まあ、スタート出て、まあ、落ち着いて走ってたら抜かれなかったっていう楽なレース展開でした。今日はどうでしたか。今日は昨日の夜さらに雨降って、
昨日よりコンディションも悪かったんで、まあ、肩には結構厳しかったんですけど、なんとかまとめられました。ヒート2は、はい、まさかの痛すぎて、痛すぎたやつですか、はい、痛かったです、めちゃくちゃ痛くて、うん、追い下げのレースだったんですけど、まあ少しでもポイント取れればっていうふうに思って臨んだんで、目標は達成したし、まあ、いい形で、思ってたよりもいい形で今回のラウンドは終えられたんじゃないかなと思います。ちなみに今プレートは入ってる感じ？入ってないです。プレート入ってないですか？ナチュラルです。ナチュラルでくっついた、はい、くっついてはないんですけど、まだくっつき始めてで、うわ、まあ、多分怖いっすね。転ばなければ大丈夫って言われて転ばなかったんで大丈夫です。なんとか、はい、じゃあまあ特に手術もしないでって感じなんですね。そうです。いいですね。じゃあもうこの夏は直すことに専念みたいな感じですか？いやそんなことないんじゃないですかね。意外ともうちょっと休めばいけるんじゃないですかね。いけます。はい、まあ名阪まで少し時間があるとはいえあっという間だと思うんで、しっかり乗り込んで、しっかり海行って、海行きたいっすね。、うん、まあ本当今年勝負の年なんで頑張ります。勝負の年、今年目指すはやっぱチャンピオン、はい、まああのチャンピオン取らないことには何も道が開けないんで。そうですね。でもポイントも結構近づきましたよね今日でね。若干ですね。まあでも本当もう今日は開かなかっただけ、うん、かなり収穫がありました。出た甲斐があったんで、はい、しかも総合優勝というね、おまけまでついてきて、すごいですね。素晴らしいですね。本当に昨日初めて乗ったんですもんね、怪我以来。そうです。北海道以来初が昨日。そうです。すごい。もう腕上がりも血まめもこんなです。乗ってないとそうなります。そうなんです。わかりました、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。